皆様こんにちは、忍び皮膚科院長の曽原忍です。今回は皆様にいただいたコメントのお答えをしたいと思います。今回はですね、正しい胃袋の使い方のコメントを純022845さんからいただきまして、ありがとうございます。お答えしたいと思います。質問です。頭皮に盛り上がったイボのようなほくろのようなものがあるのですが、皮膚科に行かなくても胃袋で取れますでしょうか、というご質問です。お答えします。頭皮にイボのような何かゴツゴツと盛り上がった出来物があること、よくあるんですよ。これはイボコロリ、特に液体のイボコロリで小さくなりますし、取れる可能性は高いです。ぜひ液体のイボコロリを使っていただきたいと思います。頭皮にあるゴツゴツとした出来物が何ぞやということと、取り方について今からお伝えしたいと思います。頭皮にゴツゴツと何か触って出来物があるとき、多くの場合は脂漏性角化症という年齢とともに出てくる老化の出来物であることが多いんですね。そちらの出来物は液体のイボコロリで少しずつ上から剥ぎ取ることができます。その脂漏性角化症というものは、いわゆるイボというとウイルスの感染症と吹いてしまう出来物と、年齢とともに、わかりやすく言うと90歳ぐらいのおばあちゃんとか、こうゴツゴツとかわいい、なんか出来物がある、あの出来物と2種類があるんですが、頭の中にできているものはウイルス性よりもその年齢とともにできてくるものの方が多いんですね。また特徴として、手の先とかが結構ちっちゃいのができるんですけれども、頭の中はある程度ボタンぐらいの大きさとか結構盛り上がっていたりとか、大きさがある程度あることが多いです。液体のイボコロリは大きくてはっきりしたものの方が取れがいいです。特に高さがあると取れがいいですね。なぜかというと、つけるイボコロリは出来物を削っていくような効果で取ることができるわけです。削っていくときに小さいと周りにイボコロリの液体とかシールがついてしまって、普通の皮膚のところについてしまったら、そこは削れちゃうと困りますね。そういったことが起きるんですが、形がはっきりしていたりある程度大きいと周りにつかずに使うことができるので、使いやすいということです。それでは早速使い方をお伝えしたいと思います。それではイボコロリで頭皮のイボを取るコツをお伝えしたいと思います。使っていただきたいのは液体のイボコロリです。頭皮のイボにおいては貼るイボコロリはちょっと難しいです。なぜかというと髪の毛があるからですね。この液体のイボコロリなんですけれども、このように棒のようなものが入っておりまして、こちらはお水みたいなものが入っています。これが皮膚に触れてしまうと皮膚が荒れてしまうので、触らないように気をつけてください。こちらをですね、タポタポとつけて、これが皮膚、これがイボだとした場合に、真ん中にボトボトと落とします。大きさがある程度あることが多いと思うので、もう真ん中にですね、ひたすら、もうたくさん落として、全体を染み渡らせるようにしてください。理想を言うと、この液体が、ギリギリのところからちょっと下まで染み渡ってくれるのが理想なんですね。なぜかというと、この一番下までイボが綺麗に取れたいからです。そしてこの液体のイボコロリ、真ん中にこうやってガンガン垂らしても周りまでいかないじゃないですか。ですから真ん中にもひたすらガン塗る、全体的に染み渡っていたらこれでおしまいです。塗る回数ですが、最初は1日に2回ぐらいやっていただいて、2回ぐらいやっているうちに、このイボが柔らかくなって、ボロボロと取れてくると思います。普通に髪の毛を洗ったりとかしていれば、どんどん取れてくるはずです。そのように取っていただくと、場合によって、こちらのイボが
ジュクジュクしてしまって血が出てくることがあると思います。一旦血が出てきたら塗るのをやめていただいて、市販のもしくは病院からいただいたワセリンはどこでも売ってます。それを塗ってですね、血が止まるまでまずこの治療をやめてください。イボを取るときに毛細血管からちょっと出血があることは普通なので、これ別のコメントでもいただいたんですけれども、血が出てきちゃって大丈夫ですかとなったことがあったんですけれども、イボを取るときに血が出ることはよくあるので、ドバーッと血が出てくることもないですからね、そこはご心配なく。血が出てこなくてどんどん取れてくる場合は状態が良いですから、そのまま続けてください。そしてこのイボがある程度取れて、この程度の大きさになってきましたらですね、私だったら頭皮だからこれくらいでもおしまいでもいいんじゃないかと思いますけれども、いやいやまだまだ気になるぞとなった場合は、今度はあんまりドバドバと塗らずに、まあついてればいいかなという感じで、このようにつけていただければ良いと思います。そうしますとつるりと綺麗に取れていくと思います。取れた後は最初は皮膚の状態が荒れてる感じだと思うんですけれども、取れた後はシャンプーとか終わってタオルで髪の毛を拭いてドライヤーで乾かした後にワセリンをつけていただければ良くなると思います。また最初に1日2回とお話ししたんですけれども、2回で取れない時は1日3回、3回から4回と徐々に増やすことも良いと思います。結論は、頭皮にできたイボは液体のイボコロリがよく効くということです。ぜひ試してみてください。今回も私の動画を見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。また私は本業でヒアルロン酸の注入の若返りを行っていますが、そちらの内容に関してはサブチャンネルでお伝えしていますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ヒアルロン酸の施術は私が自ら行っておりますので、私自身のカウンセリングもしていますので、来ていただけると嬉しいなと思います。これからもコメントにお答えした動画をどんどん配信していきたいと思います。ありがとうございました。